フェイシャルデザイナーのりです。清水さん、前回も来てもらってありがとうございました。今日はなんかその洋服に合わせたヘアメイクのシリーズで清水さんにモデルしてほしくてお越しいただいたんですけど、はい、今日僕ザラで清水さんに似合うと思うものいくつか選ばせていただきました。ありがとうございます。前回どうでした？なんかね、僕ちょっと嬉しかったのが、家帰ってなんかお子さんにママ綺麗って言われたっていうのがそれめっちゃ嬉しかった。もう本当に家族もびっくりしてて、やっぱりプロは違うねっていう。やったね。自然なお肌の綺麗さが、やっぱり本当に感動してました。本当？でももともと綺麗だし、ちょこっとやればいいだけ。今日の清水さんのシチュエーションは、僕参観日とママ友のランチとちょっとお出かけ夜っていうので3パターン選んだんですけど、僕参観日で自分で気をつけたポイントは、悪目立ちしないようにしようと思ってて、派手になりすぎずだけど綺麗にいたいじゃないですか。オフホワイトっぽい色が似合う気がして、真っ白っていうよりはちょっとアイボリーっぽい色がいいと思って選びました。でもやっぱ清水さん、自分のなんか顔の特徴をすごい掴んでる気がします。あ、本当ですか？上手。嬉しい。上手です。参観美容のメイクはこの前とあんま変わんないと思います。一番ね、なんか一番シンプルにナチュラルにしたくて、参観美にね、濃いリップすごいつけていっちゃうとめっちゃ頑張ってる感出ちゃう気がして、メイクする前に唇にリップクリーム最初に塗っとかないと、唇塗るときにガサガサで綺麗に塗れなくなっちゃうので、ある程度うまくできてるけど、ちょっと大雑把なのかもね。そうだ。でも時間がないと思うんですよ、主婦って。子供いると時間ないでしょ。ないだからそうなっちゃうんだと思うね。全部やらなくていいから、ポイントだけあって丁寧にやってあげるといいかも。なんかチークの入れ方をもうちょっと綺麗に入れるとか、結構ザッザッと感じましたかも。なんとなくね。そういうとこですよね、きっと。そういうとこな気がします、ね。この辺ちょこっと。クマはないから見る限り。これクマだと思ってたんで。雨の下のここの膨らみ。いつも寝てたんです、土日とか、疲れたって言って、クマないって言われた時にもう寝なくていいじゃんって言われて今これでだいぶ飛んだでしょ。はい、ピンクを使うといいかもね、このアルマーニの。前回言ったように清水さん肌綺麗だから、なんかファンデーションの厚塗りしない方がいいかな。ファンデーションはなんか顔の上に1枚なんか膜を張るような感覚、薄い膜を張るような感覚で使ってほしくて、ファンデーションでなんか顔のそのなんだろう、隠したいところをカバーするっていう感覚で使っちゃうと全体的に厚くなっちゃうんですよ。なので隠したいところはポイントとかエリアでコンシーラーで攻める方が全体的に薄くナチュラルに綺麗に上がります。 OK だと思います。でもこれでこれぐらいか、余っちゃったね。なんかだいぶ少なくて OK、でこの辺のシミは別に後で、普段の時は僕そこまで隠さないかな。参観日ぐらい消してもいいかも ね、ちょっとね、だって綺麗なままで来てほしいもんね、みんなね。めっちゃすごいな、やっぱ。すごそう。ほら。あ、すごい。オッケー、これでおしまいです。全然違う。本当？これは何ですか？これは黄色のパウダーで、クマとか、ちょっと気になるところは黄色のパウダー少しかぶせるとさらに消えるので。肌白いですね。なんか僕は黒いのかな。この前ね、動画を見てなんか、はい、僕ちょっともうちょい眉毛太く描けばよかったと思って、ちょっと細かった気がして、僕やっぱ眉毛を上から描いちゃうんですよね。なんか下から描けっていう人いるけど、下ってどういうことですか？ここの下のラインからかけって言うんだけど、僕はなんかね、上のラインがはっきりしてる方が眉毛が綺麗にやっぱ見えると思うので、どうしても上からかけ
みんな大体ね、若い時に取りすぎて生えてこなくなって困ってるから、娘さんがいる、娘さんにはみんな言っといた方がいいと思う、絶対に。わあすごい、前頭のこの下をちょっと色入れた方がいいかもですね。ここそうだ、清水さん、こっちの眉毛がここの鼻球筋でくぼむんですよね。うん、グッてやるとここがくぼむでしょ。ああ、そう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 、ね、だからこっちが薄いと光が飛んじゃってなんか描いてないのに見えやすい。三冠日のメイクは眉毛をしっかり描いて、それでアイシャドウを入れすぎないでまつ毛をきれいに上げましょう。時間をどこかけますかって言われたら、肌作りより肌は薄くでいいから、まつ毛と眉毛、これでこんだけ分かるでしょ。うんうん、今日濃いダークブラウンにします。あんま強くしたくないで、今日はね、目頭から入れます。で、均等に同じ太さで目尻まで。清水さんの目の形がもともと綺麗で整ってるから、アイラインでなんかこう整えたりとか、形整えたりとか、長さ出したりとかってするタイプじゃないから、そっか、それで左の目頭をもうちょっと入れた方がいいよね、きっと。目開けた時にちょっと入り込んじゃうんですよね、この、うん、二重の部分もね。だから入り込んじゃうから、ちょっとだけ太めに入れとくと、目開けた時に、同じ太さで目頭からこっち側の目入れちゃうとちょっと足んなく見えちゃう、うん、だからちょっと太めに入れとくとしっかり同じように入る、うん、こういうとこですね。そう、こういうところだね。アイシャドウは僕なんかあんまりラメラメ使いたくないので、やっぱりこの辺のマットな、この色が一番使いやすい、アンティクローズっていう色でよくおすすめするんですけど、これ一色だけ、一色だけ、うんうん、はい、あ、こうやって目立ちて、そうです、うん、これぐらいでいいんじゃない。なんとなくニュアンスつくぐらいがいい気がするんですよ、僕はね。本当に塗ってるか塗ってないか分かんないぐらいの、うん、でも雰囲気出るでしょ、色とかね。そう、これぐらいで OK、 これぐらいで OK で、あとマスカラ綺麗に塗ってあげる。三冠日の日は目尻が濃くっていうよりは全体的に同じトーンで乗せていく感じ。そうすると横に深みが出てくるっていうよりは縦に深みが出てくるから可愛らしさが出てくるんです。あんま横にしちゃうとちょっと色っぽさとか強みが出てきちゃうから、うん、お母さんの日はそんなに色っぽさ出さなくていい気がするんでなんだかね、学校の時はね、うんうん、うわすごい。で、あとチーク乗っけておしまい。薄い、うん、チークはなんか薄い色でつけてってあげた方がいいですね。で、入るでしょ、こんな薄い、うん、薄い色の方が入るんだよね、綺麗に。粉でハイライト入れすぎないこと、特に目の下とかはね、うんうん、おしまいだね。これで口塗っておしまい最初からそうしろって、ね、こっちの方がいい、ね、そう、ここやろうがね全然めっちゃこっちの方がやりやすいよね。なんだよって感じだよね、自分でいろいろやっといてちょっと中断していいっしょいいじゃない、ね、めっちゃ楽だ仕事がこの辺が少しオーバーリップがいいかも。ね、そう、うん、ここがちょっと足らないんです、唇が。うんうん、上唇はそのままで。そう、うんうん、すごい、うん、なきゃおしまい。それでもう塗っちゃおう。口紅とかそんなに塗っていかなくていい気がするんだよね、僕。これぐらい、はあ、すごい。え、これこれめっちゃいいですね、うん、これいいでしょ、これいいですね、うんうん、僕普段キラキラつけないんですけど、三冠日はね、そう、少しだけ全部にキラキラしてると嫌ですけど、こんな感じがいいんじゃない。なんかお母さんね、ママってこんな感じがいい気がしました。あとなんか最後にルミナイザーと
あとちょっとだけ大きなところのシミを少しポイントで最後隠します。ここの目の下ね、前言ってる通り目尻の下にこれ入れるだけでツヤが入って肌がツヤって入ったりします。すごい入った、うんうん、これ入ると綺麗に肌が見えるから、やっぱりこれですね、うんうん、これすごい重要、ルミナイザーは、うん、冬とかは乾燥してるの気になったらこの辺にちょっとつけても大丈夫。全部ギラギラするとちょっとうまいだけど、ツヤツヤって入れちゃう、うんうん、これぐらいかな。これね、探すとね絶対一番最後とかに出てくるんだよねほらね6本あって6本目だから欲しい色がなんでですか ね、いつもそう、ああまた出た出た出たこれどうです、なんかいいんじゃない、これが綺麗になったね、はい、でももともと美人だからね、いやすごい、うんうん、でもこんな感じかな。なんかオイルつけて少し巻く感じ。でもやっぱツヤが大事な気がします。はい。うんうん。うん、これぐらいがいい気がします。はい。うんうん。とりあえず参観日こんな感じ。ありがとうございます。ありがとうございます。うんうん。いいじゃないですか。うん、はい。本当。OK。じゃあ次は何着る？何着ます？どっちの方が？次はパイソン着ようか。パイソンでも多分このままのメイクで似合いそうな気がするけど、ちょっと一回パイソン着ましょう。はい。はい、すいません。